感謝します、リンク。最後に必要なものがあと一つだけあります。それは我が魂の秘跡。この場所に秘跡があります。ここに私を連れて行ってください。道中はとても危険です。あなたが組み上げてくれた依代、ゴーレムには秘めたる力が。あそこへ行けばわかるはずです。どうか私を秘跡のもとへ連れて行ってください。Thank you.
Yep.
Yep.
つて私が作ったゴーレム、あの正気、おそらく魔物に乗っ取られています。魔物の手先となったゴーレムを放置できません。フィンク、共に戦ってください。行きましょう。必ずここでゴーレムを食い止めます。引き飛ばすことならできるのですが。
弾き飛ばすことならできるのですが。 頑丈ですね。弾き飛ばすことならできるのですが。 周りの装置に触れると危険です。注意してください。 Yeah!
腕まで起動しました。気をつけて。素早い移動に惑わせないで。動きが止まる瞬間を作りましょう。このままだと一方的にやられてしまいます。こちらも遠くから攻撃できないでしょうか。してください。力ずくではあの守りは突破できません。他の方法を考えましょう。
私は誇り高きゾナウ族にして魂の賢者、そしてゼルダの思いを知りあなたに合力する者。ミネル。やっと会えましたね、リンク。ありがとう。あなたのおかげでこうして秘跡を取り戻すことができました。本来であればあなたがプルアパッドを手にすると同時に私も目覚め、あのゴーレムに魂を宿して導くつもりが魔王の手先に乗っ取られ妨害されていたのです。それをあなたは自力で私までたどり着いてくれた。リンク、助けましょう。さあ受け取ってください。私とあなたには深い縁が結ばれました。これからはあのゴーレムに魂を宿し、あなたの力となりましょう。遥かな過去、神の末裔ゾナウ族は大いなる英知と共に天より地上へと降臨しました。神の遺産、持つ者の力を倍化させる秘宝、秘跡を携えて、私の弟ラウルはゾナウの術をもって民を導き、そこで出会った地上の娘ソニアと結ばれました。ラウルはソニアに一つの秘跡を贈り、そして二人は大地に国を起こしました。ラウルが王、ソニアが王妃となった王国の名はハイラル。二人は多くの民と共に繁栄の礎を築いていったのです。しかし突如悲劇が訪れました。砂漠より現れた邪悪なるもの、ゲルドの頭目ガノンドロフがソニアの命を奪い、彼女の秘跡を手に入れたのです。ガノンドロフは秘跡の力で人から魔王へと変貌を遂げ、あまたの魔物を生み出し世界を襲いました。ハイラル王国は襲い来る魔物たちと懸命に戦いましたが、邪悪な力に押され窮地に立たされていったのです。ラウルはその状況を打開すべく一つの策を講じました。力ある戦士たちに秘跡を託し、賢者となった彼らと魔王ガノンドロフを倒そうとしたのです。数で勝るラウルたちは魔王を打ち果たせるはずでした。しかし
の力は想像をはるかに超えて膨れ上がっていました。私はその猛攻の前に倒れ、もはや我らに勝機はありませんでした。そしてラウルは、手段を決意したのです。一度見ても終わりだ。この満身が命取りぞ、キャノンドロフ。侮るな。もとより引く道など持たぬ覚悟。ラウル様！我にとっては万年も瞬きと同じ。何も変わらぬ。いや、悠久の先、貴様を撃つ者が必ず現れる。大魔の剣を持つ剣士リンク、この名を忘れるな。リンク、面白い、楽しみにしておくぞ。ではその剣もあなたと同じように時を超えてきたと。はい、元いた時代で私は見たのです。このマスターソードが砕けながらも魔王に傷を負わせたところを、我らの力がまるで通じなかったあの魔王に、しかしその剣で何をしようというのです。マスターソードは聖なる力を満たし続けることでより強靭な剣として再生します。確かに再生と強化が可能なのであれば魔王に対する切り札になり得るかもしれない。しかし魔王に対抗できるほどの力を持たせるには長い長い時間が必要でしょう。それほど途方もない間
聖なる力で満たし続けるなど一体どうやって。方法はあります。まさか。はい、あの術で私が。言ったはずです。あれは禁断の術、人を捨てるということだと。それをあなたは。ミネル様。もう人には戻れないのですよ。剣を手にした時確信したのです。私はこのために時を超えてきたのだと。私はマスターソードを復活させリンクに届けたい。わかりました。決意は固いようですね。こたびのことは我らゾナウのおごりが招いたも同然。私も残された命のすべてをあなたの言う勇者リンク殿にかけ最善を尽くしましょう。我が肉体が滅びようとも魂の続く限り。Thank you.
Yeah.